オリガ・ベシュテンリゴバーは、チェコスロバキア出身のトルコ、スロバキアの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、イルハン・マンスズ、ウラジミール・フタース、兄のヨゼフ・ベシュテンリク。2002年ソルトレークオリンピックスロバキア代表。ISU グランプリシリーズ出場3回。2001年、オンドレー・ネペラメモリアル優勝。1990年代後半から2000年代前半の、 スロバキアを代表するペア選手。1979年チェコスロバキアブラチスラバ生まれ。1984年にスケートを始める。一切違いの兄ヨゼフとペアを組む。1996から97年シーズンにスロバキア独立5発のペア競技スロバキアチャンピオンとなり、以降2000から1年シーズンまでスロバキアフィギュアスケート選手権で優勝を重ねる。この間、 1997年から3、シーズン ISU グランプリシリーズに出場し、1997年から2001年まで世界フィギュアスケート選手権に出場。2001から2年シーズンはスロバキア選手権に出場せず、ヨーロッパフィギュアスケート選手権とソルトレークオリンピックに出場した。ソルトレークオリンピック後にペアを解散。 ヨゼフがアメリカで競技を続ける一方でオリガは一時引退するがトリノオリンピックシーズンを控えた2004から5年シーズンにペアを再結成。オリンピック予選となる2005年世界フィギュアスケート選手権でスロバキアの出場枠を獲得できずペアを解散する。翌シーズン最終予選となった2005年カール・シェーファーメモリアルには スロバキアの有力ペア選手であるウラジミール・フタースと組んで出場するが第一補欠の獲得に止まる。2007年からトルコでも始まったダンシング・オン・アイスに出演。第2シーズンでイルハン・マンスズとカップルを組んだことをきっかけにマンスズとペア競技での競技復帰を目指す。2013年ネーベル・ホール・ン・サカズキにトルコ所属のペアとして 初めて国際大会に出場し19位。2013年12月に競技からの引退が報じられたが、本人へのインタビューにより引退はしないことが発表された。ありがとうございます。